面相にめちゃくちゃ出る人もいれば、そうでない人もいます。それゆえ他の部分と重ね合わせてみるのが観想学です。証拠根拠が増えれば増えるだけ人物像が積み上がっていきます。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。最近コメント欄や質問フォームに、あの芸能人はどうなのか、結婚するあの母子は大丈夫ですか、この有名人を観想学で見てくださいませんかと、ありがたいことに皆さん観想学に興味を持っていただいている人からの人間を見てくれ的リクエストが非常に多くなってきました。以前新井博文ことパク・キョンベ被告の動画をアップしましたので、あれ以来さらに拍車がかかってしまいました。実際に現在まだ逮捕も何もされていない有名人は、さすがに名誉毀損などで訴えられたら困りますし、僕の観想学もモニター越しなんで確実に 100% 見れる人ばかりではないんで、ちょっと動画にしようがないんです。実際に訴えられてもそういう有名人を選んでぶっちゃけてもいいかなとも思ったことがあるんですが、現在良いイメージで活躍している有名人を、僕がこいつは絶対に売られ薬をやっているとか、女性を強姦する面相だって言っても、そういうファンから叩かれるだけですからね。オロチドッポが絶滅が叫ばれる最大ネコ科動物シベリアトラを素手で殺したのを語らない理由として話していた。しかし語らぬ最大の理由は、勝美を誰も信じちゃくれねえってになるのは目に見えています。故にね、もう捕まっちゃっている芸能人有名人なら大丈夫でしょうってことで、今日の動画を作りました。今日も最初の一人まで質問が多いのと解説がありますんで、そういう類にはどうでもいいと思う方は本編まで動画を飛ばしてくださいね。このチャンネルは皆様の質問から成り立っております。公序良俗違反、 YouTube 規約違反、プライバシー侵害の動画はアップいたしません。動画概要欄には Twitter、インスタの SNS、 姓名判断サイト、命名解明依頼、ショップ、LINE スタンプの URL も貼っておりますので、そちらもよろしかったらご覧ください。ではいつもの通り何名かのご質問を読ませていただきますね。質問1、トシ太郎塾さん、要は竹花高木みたいな人のことかな。質問2、薄い半さん、こんばんは、小沢蓮くんについてどう思われますか。質問3、ドンコメンさん、栗山龍を観想学的に考察してほしいです。質問4、KY さん、お願いがありまして、最近話題の竹花くんとテキーラ一気飲みさせた彼、この2人を鑑定していただけますか。個人的には同類に見える2人です。質問5、エブリデイエイトスマイルさん、最近無残な内容でニュースになっている小沢蓮さんのような、一般的にイケメンと認識される方々の要注意面相の見分け方を解説していただければ、女子には心強い武器になると思います。質問6、ポニョさん、エビステキーラ20歳女性急死、 A 子さんは段ボール箱に頭を突っ込んで、ニュースピック系天才起業家一気飲みチャレンジの真相、文春オンライン特集班、この方はどうなんでしょうか。報道はされていないようですが。質問7、MC さん。私は海老蔵、伊勢谷友介系の顔がやばいと感じています。整った顔立ちなのに、目の奥がサイコパスに見えます。と、7名の方、他たくさんの質問をくれていた皆様、ありがとうございます。さて、まあまあ、この辺であれば喋っても問題ないだろうという人ばかりですよね。他の有名人もたくさんリクエストいただいてたんですが、今日はすぐにスクショが取れたものを読ませていただきました。過去に遡って質問探す作業がなかなか大変でございまして。で、正直、伊勢谷友介なんかは、おっさんの僕でも知ってました。僕の大好きな白洲次郎役を演じていましたからね。でも、先ほど読ませていただきました、竹花、テキーラの人、小沢蓮などは、一切顔も名前も知らない人だったので、質問をもらってから画像や動画を見ましたんで、ほぼほぼ初見での診断です。まあ、変な先入観が入らないという点もあるんですが、観想学は根拠を重ねる学問ですんで、不安要素もあります。ので、まあ、角度7から 80% ぐらいで話を聞いてください。全く違うことはさすがに僕のキャリアではないと言いたいですが、少しズレがあるかもしれませんので、その点ご了承ください。では、一人ずついきます。僕と一緒で、おじさん、おばさんの年齢になってくると、知らない視聴者さんもいると思いますんで、少しだけ経歴や事件も一緒に解説していきますね。また僕はこの観想学シリーズでは、悪人と一括りにしてきましたが、もちろんいろいろなパターンがあります。詐欺はするけど強姦はしない、薬はするけど泥棒はしない、金は盗むが暴力は振るわない、またはそれを全部やる、2個やるなど、人によって様々なので、この質問に対して多分これは何系かというタイプも一緒に話していきます。
それと感想枠で見た時の分かりやすさなどもすぐ分かるのから読みにくい人も様々ですからね。ではいきます。一人目、竹花隆樹です。この人はぶっちゃけ自分の動画のコメント欄に質問いただくまで1ミリも知りませんでした。名前さえ聞いたこともなかった人です。1992年生まれの28歳、海外在住、2017年当時24歳で独立し、SNS 分析及び SNS マーケティング会社リムを設立。リムで読み方合ってますかね。設立4年で4万5000社を超える集客支援実績。2020年6月に同社を売却。現在は投資ファンド運営や財団運営を行う。趣味でオンライン教育プラットフォーム MUP カレッジの講師。またヒップホップでのラップ活動を行う。と書かれていました。経歴ですね。元 Google にいたという経歴詐称が炎上したみたいですね。その他は Google 時代の上司という触れ込みだった竹花の妻は携帯電話ショップの店員だった。竹花が所有しているとされたバリ島の超豪華別荘は7万円で借りられるただのホテルだった。竹花はフィリピンを代表するプロボクサーマニーパッキャオと会ったとしているが、本人ではなくマニーパクシブというそっくりさんだった。竹花の会社で働いているスタッフの写真がフリー素材と、まあこんな風に書いてありました。パッキャオの話はもう面白すぎますけどね。これは典型的な詐欺師でしょう。これをわからない方が僕はギャグだと感じます。まあまずその元 Google 同行を言っているのは肩書き詐欺です。ただこれは今だから発覚することですね。ハワイの大学を卒業した帰国子女っていうのが嘘すぎて、面相からわかる感想学の読み方は品のなさです。顔に品位がありません。喋り方でもわかりますね。動画があるのが大きいです。目の配り方、話している時の所作、手振りすぎですね。眉の下がり方、目の下がり方、ふさがり方、目が細くてわかりにくいが笑っているのは口元だけ。小手先の話はうまい。これはどこからどう見ても詐欺師以外の何者でもないです。なかなかうまいと思いますね。自分を信じさせたり、写真も加工、有名人と会った、いい家に住んでいる、お金を持っている。もうこんなわかりやすいやつは逆にいません。基本中の基本ばかりをやっています。僕も以前動画で言いましたよ。アメリカ大統領と写真を撮る。それがマニー・パッキャオのそっくりさんだったわけですが、いつ捕まるかだけの話だと思いますよ。それで海外に行ってるんですかね。まだ信じている人もいるみたいなんで、動画も更新されてコメント欄にファンもついているみたいなんで、ああ日本って平和なんだなと思います。僕の見立てではこいつは相当悪いんで、詐欺だけではなく見えないところで切れたりすると人を殴ったり平気でできるタイプだと思います。詐欺師はもちろんのことですが、かなり悪いやつというイメージですね。関わったらダメです。分かりやすい度は100点中98点です。完全な詐欺師タイプ。あと DV、 暴力、障害も重なりそうです。結構容赦ないと思います。占い師ケンケンのこいつを見た最初の怪しさポイントは品です。育ちです。品位を感じられない部分でしたね。はい、次、2人目、栗山龍です。知っている人がどのくらいいるかですね。ウキペディアでは2004年6月下旬、バッキー・ビューアル・プランニング、以下バッキーは東京都豊島区の居酒屋で AV 女優に薬物、脱法ドラッグを吸わせて、同区西池袋のマンションに連れ込み、わいせつ行為を撮影しながら肛門に干潮器具を挿入して器具を破裂させ、直腸穿孔や肛門裂傷による全治4ヶ月の重傷を負わせた。処置が遅れれば死亡していた可能性もある悪質な犯行であり、警察が動くこととなった。被害者は人工肛門をつけざるを得ないほどの後遺症だったという。12月16日、上記の疑いで栗山龍、本名栗山龍代表、H 責任者ら8人が強制わいせつの疑いで逮捕された。その他同じようなビデオを何本か撮影し、2007年12月19日、東京地裁は栗山に懲役18年の判決を言い渡した後、2審の東京高等裁判所も同様の判決を言い渡した。これも誰が見てもわかりそうですね。もうこの年齢まで行って、この髪色、アメックスのブラックカードを自慢、服装、面相、これもヒントがたくさんありすぎですよね。まあ仕事も仕事ですしね。これはもう感想学は必要ないんじゃないですかね。誰でもわかりますよね。YouTube に閲覧注意、バッキー事件を風化させないという動画がアップされており、最初の10秒くらいでこの栗山龍が喋る動画があるので、よかったら見てください。声や喋り方でもすぐわかります。誰がどう見ても一般人には見えないです。わかりやすい度は100点中98点です。これは道徳心がないこと、バレなければ何でもする、誰に対してもマウントを取る人間、絶対に近づいたらダメな人間ですね。占い師ケンケンのこいつを見た最初の怪しさポイントは、まあ容姿です。別にこれは誰が見ても一瞬でわかるレベルだと思います。はい、次、3人目、三本雄介です。
この人も質問をコメント欄にいただくまでは一切知りませんでした。ニュースサイトでは実業家の三本雄介氏が考案したテキーラチャレンジというテキーラ一気飲みする遊びで東京恵比寿のラウンジに勤務する20歳の女性が急性アルコール中毒で亡くなりました。現場には実業家の三本雄介氏が同席していたことで被害女性にテキーラ一気飲みを強要していたのではという疑いが広まることに。しかしこの事件はテレビでは一切報道されず、全ての情報がネット上で拡散された結果、三本雄介氏は謝罪文をツイッター上で公開するという結末になりました。とのことですね。これは感想枠で見ればこれぞというくらいのボンボン顔ですね。世間知らずでこういったことになるのを分からず、夜な夜なお金を使って遊んでいたんでしょうね。この事態になり、お父さんの力を使って揉み消したという事件ですかね。レイプ犯や殺人犯とは面相は違いますが、お金や権力で全てうまくいくと思っているタイプでしょう。世間を舐め切っている面相ですね。眉、目、表情、だらけ切った顔、顎ひげをこれだけ残しているのも特徴的ですね。あとは金を持っているアピールとラフな格好です。俺ってすごいんだぜ、お前ら庶民とは違うんだぜ、という心の底が読めます。これは生涯変わらないでしょう。そしてこの気持ちがあるからこそ、テキーラを飲んだらお金をあげるという下水遊び方をするんです。上級国民だそうで、逮捕を免れていると記事に書いてました。母子を車で引き殺した事件と似ていますね。日本の本質なんとかならんのかなと悲しくなります。わかりやすい度は100点中80点です。お坊ちゃん、自分は世界で一番偉いと思っているタイプ。自分がルールなんで、相手が傷つこうが死のうが一切何も思いません。やりすぎちゃったてへくらいの感覚ですね。占い師ケンケンのこいつを見た最初の怪しさポイントは、緩み切った顔の筋肉です。それが世間知らずのボンボンと一瞬で分からせてくれますね。正直一人目の竹花と違って育ちは良さそうなんですよ。そこが見るポイントだと感じます。はい、次4人目、小沢蓮です。俳優の小沢蓮29歳の長年にわたって行われた悪質な DV 行為を文春オンラインが報じた。小沢といえばテレビ東京系ドラマ共演 NG にも出演している人気俳優だが、文春オンラインでは5年以上交際した年下女性が小沢から度重なる暴言や DV を受け、さらには堕胎強要、そして自殺未遂まで至った経緯などが報じられたとのことですが、これも事件名はニュースで見てたんですが、一切顔を見たことがありませんでした。イケメンですが、写真写りによってはさすがに面相だけでは判断しにくいタイプですね。小沢蓮インスタライブという YouTube にある動画を見てやっとわかるくらいですかね。面相のみではかなり厳しいくらい見分けられないです。動画になると目でさすがにわかりますが、それと喋り方、ふっと気を抜いた時の表情で少しはわかりますが、それでもなかなかわかりにくいですので、一般の女の子では判別不可能だと思います。残念ながら僕も20年以上やっているから、動画見てやっとああなるほどと感じるくらいです。逆らったり反論したら女性だろうが何だろうが切れるタイプですね。ただ強い者には逆らえないっぽいですね。勝てるのが分かっているから攻撃する陰湿卑怯系ですかね。分かりやすい度は100点中30点です。正直結構分かりにくいと思います。事件があったからたまたま表に出てみんながそういう風に彼を見るようになったからで、事件発覚前何もバレてない彼を見て判断するのは写真動画の顔面相のみではかなり難易度が高いです。このタイプは自分の思い通りにならなかったら許せない系、相手が弱いと分かれば一方的にやる系統ですね。女の子は寄ってくるんでめちゃくちゃ軽視していると思います。こういうのは寄っていったらダメですが、見分けは正直かなり難しいと判断できます。写真や動画でしか見てませんが、そんなめちゃくちゃ暴力系の層がまだ今の時点では顔に出ているわけではないですね。ぶっちゃけもう少し年齢を重ねればちょっとは分かってくるはずなんです。まあ本人と直に会えばまた少し違うのかもしれません。占い師ケンケンのこいつを見た最初の怪しさポイントは目オンリーですね。しかも写真の写りによっては全く分かりません。動画を見てください。案外一人一人説明していると時間がかかりますね。最後5人目、伊勢谷友介です。2020年9月8日、東京都目黒区の自宅で大麻を所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で警視庁に逮捕されました。DV の噂もあるようですが、こちらは先ほどの小沢蓮よりもはるかに見極めやすいです。もちろん年齢が彼より年上なのもありますが、眉、目、目のシワ、目つき、あとはまあ、狡猾さが見られる顔なんですね。結構頭は切れるタイプだと思うんで、プライドも高めでしょう。普段の時の下唇のピアスもおかしな点の一つですね。動画などは喋り方を見た方がいいです。
自分に自信がある話し方をするんで、その部分をバカにされると女性でも容赦がないですね。大麻で捕まりましたが、薬系よりも DV の層の方が強いですね。暴力的というよりはサイコパスタイプ、女の人を絶対に幸せにはしないナルシシストですね。まあさすがに彼はモニター越しでも分かりやすいです。分かりやすさは100点中83点です。暴力系ですね。かなり分かりやすいんで、感想学を勉強する分にはいいと思います。占い師ケンケンのこいつを見た最初の怪しさポイントは、プライドの高さ、自分に自信がある部分です。と、今日は5名の有名人について質問をいただいたんで考察させていただきましたが、ぶっちゃけ芸能人は分かりにくい部分はあります。モニター越しでしか見れないこと、普段の部分が見えないこと、おそらく美容などに力を入れており、極力シワなどを減らし、一般人よりは若く見えるところ、男性でも化粧をしているところなどです。だから4人目の小沢蓮より1人目の竹花孝樹の方がはるかに見やすいんです。また本日の説明で分かったと思いますが、面相だけでは正直見切れません。面相にめちゃくちゃ出る人もいれば、そうでない人もいます。それゆえ他の部分と重ね合わせてみるのが感想学です。証拠根拠が増えれば増えるだけ人物像が積み上がっていきます。ちょっとね、分かりにくい芸能人が入っていたんですが、これが真実です。画面越しから全てパーフェクトに 100% 分かるわけではありません。人によって読みやすさや分かりやすさも違いますしね。その部分だけ理解してもらえればいいかと存じます。と、本日は悪人の有名人5名について話しました。こんな風に悪人の話から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。